5分だけ行ってもいいっていう人がさ来てくれたんだけど、ちょっとみんな待って、嬉しい、ちょっと本当ですか、どうしよう、ちょっと待って手が震える、まだ震えてんだよ、こっちはもうね全身震わしてんだよマジで、どんな思いでこれを、よし、じゃあちょかけちゃおうかな、ね、かけちゃっていい、かけちゃっていいかな、こっちに、あれあれ、これもしかして、あれ、この方は、あれ、もしもし、頑張ってる、みんなちょっと、なんかかなたくんが頑張ってるって聞いて、ちょっと顔だけ出しておこうかなと思って、ホムラくん、ホムラくん全然人来ねえんだけど、どういうことなんだこれ、おかしいだろう、え、でもノエルが来たんでしょ、あ、じゃあもう優勝だよ、それはそうかっこいいとこ見せられた、いや、まあね、あのドンペリ入れてもらったよ、あなんかカタカナアウトだったしね、難しくてさ、もうガンガン言っちゃった、ランドセルとか言ってどうやって言えばいいのか分かんなかった、俺のシェルホストと違うんだけど、いやもう大村くんかっこよすぎる、ランドセルの話とかしたんだ、ね、いやまあちょっとね、そう、ショタッコが、いやショタも言えないし、本当にカタカナで生かされてるよね、そうだねもうホストだって言えないもんな、確かに大村くん本当にひどい企画だったよこれは、誰も、いや、うん、ね、本当はそう行かないで 見守ってようかなと思ってたんだけど、そんなこと言わないでくれよでも頑張ってたからちょっと顔だけ出していこうかなと思って、優しすぎる、ありがとう、本当に嬉しい、心が洗われたよ、なんかこれで、あーよかったな、もうこれ企画やってよかったって心から思っちゃった、いやよかった、俺これから出社だからさ、出社なの、あの顔だけ出すだけだったんだけど、あもう本当にありがとうね、まあね、まあドンペリ入れたんじゃ、うん、俺がドンペリ入れたんじゃちょっと意味変わってくるから、ああそうなんで、ちょっと、まあ、水でも飲んで、あ、ホームラックありがとう、頑張ってね、もうおごりだね、ありがとう、またね、頑張れよ、ありがとう、かっこよすぎる、あーかっこいい。